リンド数学パピルスリンド数学パピルスとは古代エジプトの数学文書であり紀元前1650年前後のものである名前の由来はスコットランドの弁護士古物研究家であるアレグザンダー・ヘンリー・ラインドからであるアーメスという初期官が筆者したことからアーメスパピルスとも呼ばれるこのパピルスは モスクワ数学パピルスと共に古代エジプト数学パピルスの恒例として知られる。リンドは1858年エジプトのオルクソールでこのパピルスを購入した。ラメセウム付近で非合法な発掘により発見されたらしい。1864年から同じくリンドが所有していたエジプト数学カワマキと共に大英博物館に保管されている。発見時には 長さ18フィート、幅13インチの巻物状をしていたが、リンドの守護に大英博物館が入手した時には、いくつかの断片が失われていた。あとの1922年に、断片はニューヨークのブルックリン美術館にて発見、所有されている。これらを、ニューヨーク断片という。リンド数学パピルスはエジプト第二中間期の、数学パピルスで、初期間アーメスにより、 第12王朝の大アメンエム派と三世の時代の文書が筆写されたものである。文字はヒエラティックが用いられ、高さ33センチメートル、長さ5メートル以上である。19世紀後半から音訳、数学的解釈が始まった。2008年現在、数学的解釈はいくつかの点で不完全である。初期のエジプト数学から84代の例題と、 回答が書かれている。特徴として、エジプト式分数と呼ばれる方式で単位分数が多用されている。これは、報酬を現物支給するための食料の配分、土地の分割、製造のための配合などを計算するために、実生活で情報と情報が必要だったためと考えられている。計算を助けるための速算表が掲載されており、 分母 2n プラス1が3から101までの奇数である。分数に 2n プラス1を単位分数の和に分解するための分解表が最初の部分にある。周知的な代数が用いられており、単独方程式や連立方程式、倒査級数や倒比級数が見られる。幾何では、長方形、直角三角形、二等辺三角形の面積のほか。 円の面積の近似値を求める方法などが書かれている。ありがとうございます。